アンナ・フォンティロルの肖像セシリアちゃんの、老人形老人形、または、ワックス彫像は、老で作られる彫刻である。老人形は著名な個人の像として作られることが多いが、デスマスクや特定の場面を表現するレリーフとして作られる場合もある。老人形の製作に使う。室温でカットし形を整えたり、任意の色の成分を混ぜたり、色の濃淡をつけたりする。 ことが容易で、キメや硬さを修正するために、土の成分やオイル、脂肪を加えたりする。型取りの場合、型からの印象に高度に反応する。また、一旦それをセットし強固になれば薄い白片で、型取りされる場合でさえ、通常の温度変化に対しては、比較的弾力がある。ローによるデスマスク等は、古代から作られていた。教会への牢人形の奉納として、 呂模系の制作の慣習は中世を通じて辿ることができる。君主など社会的に身分の高い人物を記念しそうな風貌を公正に伝えるための手段として老面が作られていた。また迷信に基づいた個人が嫌いな人物に致命的な怪我をさせたいという願望を呂で表現する習慣があった。この習慣にはより効果的になるように犠牲者の髪や爪も使われた。 この名信は17世紀頃まで行われ、19世紀まで残っていた。イタリアルネサンスキ、ロウによる表現方法は重要性の高い位置を占め、初期の名工によりそのいくつかが実践されていた。16世紀から17世紀にかけた階室のロー人形が存在し、ほとんどが肖像や宗教的、神話的な場面である。アントニオ・アボンディオは、 色付けしたミニチュアの老肖像レリーフの先駆者で、ハプスブルクや他のヨーロッパ北部の宮廷で活躍し、彼の息子のアレサンドロもその後を継いでいる。牢人形の作家はマリーダタッソーなど女性が多かった。イギリスのジョン・フラックスマンは多くの老の肖像やレリーフを作り上げ、ジョサイア・ウェッジウッドはそれをジャスパーウェアに添加していった。 ナショナルポートレートギャラリーにはこの間に制作された40の牢の肖像がある。今日では牢で作られた肖像は芸術作品というよりは人々を引きつけるアトラクションとしてマダムタ達成館のような観光地としての性格を帯びている。歴史上の人物や俳優などの有名人のフィギュアが作られ機械仕掛けの牢人形も制作されている。現代ではロボットや オーディオアニマドロニクスの技術により、老人形も本物の人間のように動くものもある。解剖学の実例を教える模型としては、ルネサンス期にフィレンツェで最初に実用された。ムラージュでの実習、または人体解剖学や様々な疾患の表現手段としてローは主要な素材として利用された。後にラテックスとゴムで置き換えられている。19世紀にはムラージュは、 人体幹部の三次元での現実的な表現手段として発展している。イタリアフィレンツェのスペーコラ美術館は多数の人体解剖牢人形、ムラージュを所蔵、展示していることでも有名である。ありがとうございます。